さあ、そんなわけで10周年見せてもらおうか。メンテも開けたところでね、ちょっと見てみましょうか。あ、はい、来ました。いいですね、来ましたね。アイテムショップがニューになってますね。どっから見ます？プレイからまず見ましょうか。じゃあ、プレゼント、インベントリーに新しいアイテムがありますということで、うん、あ、本当だ。あのコメント欄でね、教えていただきましたけど、4日目まではもう手に入れてる状態みたいな感じで言ってましたね。で、5日目のこの FN スカー H が市街地専用が無期限でね、いただけるそうなんですけども、なんかカスタムとかじゃないですね。そのまんまの能力っぽいですけどね、市街地戦。レート遅いな。まあ、そんなわけで、じゃあね、次はね、アイテムショップ見てみましょうか。お祭り騒ぎという感じで、もう公式が言ってましたんでね、見てみましょう。ん？ガリル AR パンテオン。何？エージェントスパークボックスだって。エージェントバイキングボックス。サンタムエルテスキン。うわ、なんかめっちゃあるな。パンテオン。で、アイテムショップ開いてみましょうか。目玉アイテム。まずはガリル AR アサルトライフルかなのパンテンを見てみましょうか。ほう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 。これは強いのか。まあ、ゴールドではない感じですね。ゴールドっぽいんですけどね。で、まあ、強いんでしょうね。ちょっと初めて見るんでわかんないですけど。35% オフ。まあ、かっこいいですね、なんかね。かっこいい。ハンマー部隊。ああ、ハンマー部隊。メディックスキン、メディックのみなんですね、これ。うん。全部装備できるのかな？メディックスキンっては書いてありますけど、詳細表示。ドロップ率 1% ですね。で、これは、テックナインのアイスバーグですね。これも無期限のやつですね、1%。55% オフ。エージェントスパークボックス。スパーク。あー、これ見たことあるなぁ。おー、これが、なんか、今までのやつが。あ、バイキングね。あー、アスガルド、ケペシュがありますね。サンタムエルテスキンボックス。あー、これも、ありますね。0.1%。これは 0.1% なんですね。当時と同じ感じで、区内がありますね。サンタムエルテ。ほー。で、エンフォーサースキン。あ、これは私は持ってますね。はい。1% ですね。まあ 0.1% ですね、このサンタムエルテスキンは。で、H&K の MP7 だと、購入。どんな感じ？ステータスを表示。サブマシンガンの88の750。なんか大したことないですね。まあ、なんか古い感じというか、範囲もそこまでないし、H&K の MP7 ということ。もうちょっとレート上げてもよかった感じがしますけどね。デリア、MK10、VR102 パンテオン。ショットガンか。ショットガンですね。まあ、範囲があんまりないですね。なんか大したことないですね。まあ、かっこいい感じなのかな。AWM パンテオン。うん。まあ、スキンって感じですかね。え、こんなもんか。パンテン購入。まあ、クラウンで買えるわけじゃない。ん？何？コバルトキネティクス27の無印のやつがクラウンで、まあ、無期限で買えると。高いっすね、また。えらい。あー、これ、あれだったのか。キネティクスのやつだったのか、27だったのか。あの、ホームページに載ってたやつね。こういうのが買える。うわ、高っ。39,000 ちょっと高いっすね。なるほど。じゃあ、各職種であるんかな。ああ、こんな感じであると。コバルト、キネティクス、ステルスピストル。ああ、これ、前にガチャで、ね、寒いところのやつが。全部そうっすね、これ多分ね。はい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 。エッジライフルね。無印のやつが買えるって感じですかね。こんな感じか。インベルとかどうでもいいんだけど。
まあ、一個ずつ見てみましょうか。ああ、まあ、別に増えてる感じはないですね。ベストも増えてない。グローブも増えてないですね。ブーツも増えてない。その他、ビップブースター。ひょっとしてビップブースターがなんかクラウンで買える？そんなことないですね。復活コインは相変わらずクラウンで買えますね。メガビップが買える？そんなことないですね。バンドルなんか増えてる？増えてないですね。エンブレムがなんか増えてるとか、そんなことないですね。カスタマイズ何も増えてないですね。じゃあランダムボックス行ってみましょう。ほうほうほう。ウォーフェイスドルで回せるやつが増えてるとか、なんとか、おっしゃってたような気がするんですけど。増えてないよ。何も増えてないよ。この先増えていくって感じかな。どうなんすかね。ハンマー部隊。ハンマー部隊とかどうでもいいんだけど。あら、そう？なんもない、なんもないよ。なんもないよ。激アツ。皆さんね、これ、湖の鳥ボックスの中に、私が前回のね、動画で言ってた、これ、ビップブースターがね、紛れ込んでますので、はい、あ。この湖の鳥ボックスね。じゃあ、出てない、これを回してみましょうかね。だって5000ぐらいで回せます。で、2% ですね、これはね、当たりがね。出ないですね。2% ですね。で、VIP ブースターが 6.3% の、1時間 VIP ブースターになれるという感じですね。なので、今からね、ブラックウッドとか大群とか、2、3回連続でやるよって方は、これをね、回してから、やった方がいいんじゃないでしょうかね。前回も言いましたけども、まあ、大群で、まあ、VIP ブースターで、今の2倍の期間でやれば、どんぐらいですかね、これ。通貨ブーストが 75% です。まあ、4万ぐらいもらえるんじゃないですかね。多分ね。はい。275% ぐらいになりますので、はい。メガ VIP ブースターの方はね、またもうちょっともらえると思いますけど。まあそんな感じですかね。4回目。あ、来た！ 1 回来ましたね。はい。で、1時間じゃ足りないって方は、まあまたね、回していただいて。8回目。2回目出ましたね。VIP ブースターね。これでまあ2時間になりますんで。ですので、今8回回して4万回して、まあ2時間、VIP ブースターが。適用されますんでね。上乗せされますので。まあ、ここを引いてから、ブラックウッドとかをやれば、絶対いいと思います。そっちの方がね。そうですか。そうですか。なんか増えてるっぽいんですけど、増えてなかったですね。契約がなんか増えてるのかな。いや、増えてないですね。増えてないですね。プレイなんか新しいやつがあるとか。あっ！オーマイガッツ。強奪っていうか、これ強盗？これハイストだ。ハイスト。やっちゃったやつだ、これ。あ、これもやっちゃったやつだね。あ、そうですか。とうとう来ましたね。コンソール機に。ハイスト。わかりました、わかりました。まだ私もこっちで全然いいですよ。報酬見てみましょうか。どんな感じなんですかね。ランダムボックス1、2、3、4、5、6。以下の報酬から1つ受け取ることができます。ということで、1時間。で、ブッシュマスター BA。大成功。ああ、これ強そう。これのカードを集めるとすごいいいことがありそうですね。
大成功っていうのはちょっと見たことがないですね。あ、そうですか。まあまあ割と新しい特殊作戦なのでやっぱ武器もね多分強いんじゃないかなと思うんですけどね。集めたカード1000分の0ということで、まあ結構集めなくちゃいけないですけどね。まあまあまあいいでしょう。まあまあ、VIP ブースターとかメガ VIP ブースターとかはない感じですね。はい。わかりました。じゃあこれちょっと、うわぁ、生まれて初めてやるな。他は日の出ブラックジャック、アヌビス、ダイトナースも。まあ全部オープンにはなってなさそうですね。なるほど。うわぁ、来たなぁ。ちょっと試しにやってみましょうか。うわぁ、生まれて初めてやるよ。あ、で、二人なんだ。マジで？デュオ？オッケー、じゃあ一人でやってみましょうか。ちょっとね。もう本当の初見プレイですよ。開始。準備を終えたプレイヤーが不足して、あ、これもう二人でないといけないってこと？絶対。あー、ダメっぽいですね。まあ、じゃあ、ノラでね、ちょっとやってみましょうか。一人でね、行こうかなと思ったんですけど、プレイで。さあ、行ってみましょう。あ！なんか変わってる！射撃訓練場が。あ、俺のこの。見にくくなってる。弾道が見にくくなってる。なんか変わったんかな？良くないな。コントローラーがちょっと良くないですね。またね、ちょっとね、調子悪くてね。ほう。あ、なんか武器が。これ武器変えれるとかじゃないのかな。ルームが見つかりました。了解。行ってみましょうか、じゃあ。さあ、どんなもんすかね。クラウンが600いただけるんですね。これはね。ブラックウッドの精鋭部隊ウェアウルフとなり銀行を襲撃、金庫を開き中にあるものを破壊せよ。破壊するんですね、中にあるやつ。まあ、まあ、別にね、なんかこの攻略動画では全くないんでね、もう生まれて初めての初見プレイです、これはね。うわ、嬉しい。ほんと嬉しいよ。どんな感じなんだろう。公式のプロモーションビデオみたいなね、やつも、私は全部見なかったって感じだったんでね。さあ、強奪。英語で言うとハイストっすね、ハイスト。まあ、強盗だと思うんすけどね。うわぁ、こんな感じなんだ。うわぁ、すげぇ。どうすんだろう。ロープを使え。了解。上に行くんかな。四角でロープしよう。え？あ、自分でこれ今ね、左スティックで上を押してます。下に当たらこう下に行くんかな。あ、ですね。あ、どっから撃たれてるの？え、そ、こんな感じで撃たれるの？ちょっとやめてよ。あー、か、煽られますね、かなりね。で、割と上に、あー、でもここでもちょっと待機っぽいですね。ちょっとここ処理しないとって感じか。ちょっとリロードしたい。あの、下には下がれますね。まあ、ちょっと自分で微調整してって感じかな。あー、これ行き過ぎたらダメなんか。そうだ、もう一回下の、ああ、これ左とか右にも行けますね。ああ、こうやって自分で調節しないといけないのか。まだ来る、来そうっすね。上か。了解。まだ上っぽいですね。わお。リロードしたい。リロードはこの、なんか柱ぐらいのところでやったらいいんじゃないですかね。ここら辺で。次目のところでね。お、で、屋上に来た？
あ、で、ここに行って上ロボ手を離す。了解。さあ、来た。カッターを起動しろ。オッケー。見といたら良さそうっすね、これね。来そうっすね。後ろから来るんじゃないの、これ。敵進行開始。やっぱこっちから来るんか。で、はいはい。こっちから来そう。なんか割と強そうな感じの敵が出てきますね。クラッシャーみたいな。そう。まあ、ここが一番安定してるのかな。楽しい。こんな楽しいことあります？カッターを再起動しろ。あぶね。再起動の間が大変ですね、ちょっとね。うん、しまった。エレベーターがしまったっすね。ちょっとリロードして。敵進行開始。ここで？なんかずっとここでやる感じかな。ロケランきついっすね。この距離感でね。何？どこだ？あ、上？あ、上にあんのか。了解了解。ロケランを処理しつつですね。まあ、一個壊して。ん？どこだ？ああ、真上にあるのか。ここら辺でいいんじゃないでしょうか。さあ、リロードして。敵進行してる。ここでずっとやんのかな？あ、やべ。こっちから来たよ。これはきつい。マジで。これ移動したが良さそうだな。また上。やべ。あとはどれだ？きついね、結構。割と弾がきついよ。リロードしたい。さあ、ロケランをちょっとやっときたいですね。確かに。うん、オッケー。敵進行終了。あ、右上にありますね。16分の5って感じで。あと11ゲームもあんの？この感じで。ヘリが来てるよ。やべ。ここなんか良くない気がするな、この場所。ね、反対側に俺行こうか。よいしょ。カッターを再起動しろ。これは、仲間が、カバーしてあげないとって感じですね。まだまだ来るな。まあでも割と早いですかね。割とね。リロードして。さあ、ヘリがちょっと厄介ですね。ちょっとね。オッケー。カバーを任して。あ、当たる！飛行機当たる！ヘリ当たってるよ。
ヘリを狙うんだ。これライトマシンガンでないと結構きついかもしれないですね、リオとして。なんと、雑魚処理しつつヘリを、まあ、余裕があれば狙うって感じですかね。 OK、 キルして弾込めて、さあ敵進行終了。16分の次が6ですかね。この感じがいいのかな。どっちから来るかなんだよな。金庫開けろ。ここはここで終わりかな。だよね、ここでずっとってわけじゃなさそうっすよね。うわぁ、なに、ちょっと、あ、金庫、お、めっちゃ金あるよ。あ、アヒルがいますね。あ、こんな感じで回収していくんですね。金を回収。はい、この札束のやつを、あたたた、これが危ねえ、死にかけてる死にかけてる。これは罠だったな、よくないね。これいかんね、ちょっとね。ロープを使え、了解。うわ、そこなんかハマってそうっすね。ねえ、もう爆発したらすぐって感じが良さそうっすね。OK、 ロープをしよう。さあ、16分の6になりましたね。で、またここから出てくるのかな。嘘でしょ。やばいっすね、この距離感で。よいしょ。危な、楽しい、やだな、いいわね。よいしょ、リロードして調節ですね、ここはね。まあなんかありそうっすね、この柱の後ろとかで、まあなんかやったりとか攻略ね、なんかいろいろありそうっすね。見えんな。ちょい上に上がって、もうちょっと上に上がるか。リロードして、リロードはやっぱこの継ぎ目のとこいいんじゃないですかね。でちょっと弾込めて、はい、でまた来そうですけど、ここから来そうですね。今の回、あ、来た、まあやっぱ柱割と良さそうっすね。まあ全然わかんないですけど、ただ一人でできない感じだったんすね。割と痛い、揺れる、めっちゃ揺れる。はい、でちょっとこれはアーマーを回復した方が良さそうっすね。ちゃんとね、上に行く前、あ、でももう最上階かな。じゃあもう行きましょうかね、どうせなんでね。敵進行終了、了解。楽しいですね。嘘でしょ、こっから。さあまだ出てくるか。勝ったわけでしょ、了解。これは入れるんかな。入れますね。わあ、ゆっくり見たい、一人でやりたい。何かが押せるわけではなさそうですね。ちょっと待って、一応ちょっとぐるりを見ていきましょうかね。何かがあるかもしれないんでね。うん、ドルがありますね。はい、でカッターを起動しますようかね。さあ、もう一人の、ああ、もう一人の相棒が来てましたね。どっから出てくるかなんだよな。敵進行開始。そっからか。
なんと、これ上に行った方が良さそうだな。上だな。やべ、これはきつい。あ、これコイン2枚しか使えないのか。ん、あそこにありますね。これはちょっと上が正解っぽそうっすね。うん、機械のやつが壊されたって感じかな。いやー難しかったっすね。16分の6ぐらいですかね。はい、2人1組でないといけない感じですね。1人だといけない。ハッピーウォーフェイスデーということでね、2倍にもねなってますね。まあ16分の6ぐらいだったらあんまりもらえないですね、ウォーフェイスドルもね。まあやっぱ10、まあヒドラみたいな感じですかね。10、やっぱ14号ぐらいまで、ウェーブぐらいまでいったら割ともらえるんじゃないでしょうか。いやーこれはたまらんっすね。いやーまあほぼノーカットでね、ちょっと見ていただきましたけども、こんな感じですね、強奪は。こんな感じでございました。ありがとうございました。いやー楽しい。まあなんでね、皆さんもね、まあ一回ね、野良の方とかでもフレンドの方でもいいんですけど、まあ一回やってみてくださいね。いいですね。そうですか、そうですか。対戦はまあなんかユーザーインターフェースが変わってるって感じではないですね。ランク、うん、ランクは、まあ、ランクアップしたら、ホームページに載ってた感じですね。こんな感じで、もらえると。協力、ハード。こんな感じか。まあ、いろいろありましたけども、ね、なんか一通り見ましたけど、なんか、ウォーフェイスドルで買えるって感じじゃなかったですね。クラウンで買えるって感じですね。なんかね、こういう。氷河のやつの無印ね、以前ガチャで氷河あったじゃないですか、コバルト、これ同じでしたね。が39,950。どうなんすかね、いらないと思いますけどね。まあこれはもう運営さん次第ですよね。クラウンはこんな集めたことないんでね、私もクラウンね全然使わないって方は買ってもいいんじゃないでしょうか。まあでもそんないらんかなって感じっすね。はーい、はい。あとはね、今のところないです。今のところねないので、はい。まあまたね、日を重ねるとひょっとしたらね、ランダムボックスが増えてたりするかもしれませんのでね、アイテムショップね毎日一応まあ見るようにって感じですね。はい。まあ、強奪楽しかったですね。またね、私もゆっくりやりたいと思います。はい。そんな感じで、今回はね、ここまでということで、まあ、また、なんか変わったことがあれば動画にしていきたいなと思います。では、そんな感じで、ご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。